明けましておめでとうございます。金田正一です。違うか。吉田サラダです。ウィラムスワローズ。っていうことで、新年一発目の動画です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。やっぱりね、野球界は2月1日のキャンプインが年明けって言われてますから、なんかね、僕もなんかまだ年が明けてないなっていう感じになっております。でもね、2021年になりましたから、新たな気持ちで、またね、動画上げていきたいなと思ってるんですけども、2021年はやっぱり牛年ですから、年男の選手にね、引っ張っていってもらって、ヤクルトスワローズ優勝狙ってほしいなと思うんですけども、年男って言ったらね、広岡選手、太田選手、吉田大輝投手なんですよね。この3人がブレイクしてくれてね、ヤクルトスワローズをね、引っ張っていってもらって、優勝を狙ってほしいなと思ってるんですけども、牛年ですよ。牛年にちなんで、年男ではないんですけども、もう一人いますよね。ヤクルトスワローズに牛って言えばこの人。そうです。NPB に唯一残った一人だけ。もう最後の一人。選手です。猛牛戦士、坂口選手。そのね、坂口選手が牛年に大暴れして、ヤクルトスワローズを優勝に導いてくれるんじゃないかな、なんて思いながら、正月を迎えているんですけども、さあどうなるんでしょうか。まあね、今年もすごい楽しみにしております。本日の動画はここまでなんですけども、皆さん本年もよろしくお願いします。それでは本日は以上です。ゴーゴースワローズ、猛牛戦士頑張ってくれ